Eテレに犬と人々との絆を描く新作アニメが登場。アニメドッグシグナル。なんで立ってんの？猿なの？ねえ猿なの？元カノに押し付けられた愛犬の世話に手を焼く佐村美優。首が引かれる。犬は基本人間に友好的な動物だ。伝え方さえ間違わなければ通じ合えるな。腕利きのドッグトレーナー丹羽慎一郎との運命の出会いが人生を大きく変えていく。ドッグトレーナーを目指す主人公ミュウを演じるのは私小野賢章。さらに実力派の声優陣が集結。そしてただ君が好きだ、とても好きだ。番組のオープニングテーマを手掛けたのはこの人。どうも高橋です。僕にとっては初めてこう犬側の気持ちで書いてくれたことなんですけど、多分すごい飼い主のことがただただ好きなんだろうなって、すごく一番強い気持ち、好きだっていう気持ちをなんかいろんな人たちにこう口ずさんでもらえたらいいなっていう思いで書いたので、みんなで歌ってもらえたら嬉しいなと思います。今日からここで働くことになりました。しつけできないと共倒れなんです。犬をコントロールできるように飼い主をトレーニングする、それが俺のドッグトレーニングだ。この人のように犬と通じ合ってみたいと思ってしまった。思いが伝わればもっと好きになる。アニメドッグシグナルは Eテレ22日日曜午後5時スタート。